それでは会議を始めます。待て、まずは出血を取りましょう。呼ばれた生徒は元気よく返事を。いや、待てって。黒金颯さん、武藤彩菜さん、はいはい、久賀淳さん、静間優穂さん、はいはい、はい。静間さんは入院中に呼び出して申し訳なかったわね。あ、いえ、今はもう外出も自由ですから問題ないです。そうね、それなら今日はリハビリがてら存分に暴れていらしてね。では続けて少し待ちましょう。染谷ゆかりさん、上条真紀さん、はいはい、健康です。おい、質疑。日比桃香さん、犬神いすずさん、はいはい、お邪魔しております。木地宮音羽さん、相良美智さん、はい、うっす。ジュエンスーさん、日室芽衣子さん、うん、ジョフラ、天子よエンス、返事。ああ、タオラ、見ればわかるだろう、だそうです。だから待てって聞けって。帝明さん、おう、流されてるし。うっせ。祈りさえさん、はーい。指導美佐子さん、戸波修さん、イエーイ、オンベース、俺俺オンナンシー。なんでてめえが私に乗るんだよ。とこいつには毎度毎度。はよー、トナミいらしてます。最後に私、天地ひつぎとその親友宮本しずく、はい、そして日々ひつぎ様を陰に日向に見守り続ける唯一無二の側近、立脇光。以上、私が名前を読み上げた県大生18名全員出席ということで。いえいえ、19人ですし、読み上げてない者も出席してますし、ひつぎ様。で、何、帝さん、先ほどから何か言いたげな様子だったけど。あ、ああ、そうか、だからだな。はい、会長さん、はいはい。あら、黒金さん、ご質問どうぞ。うっす。ほんでこれ、何の会議なん？ドラマ CD 会議です。いえ、今回に限っては大ドラマ CD 会議と言っていいわね。ほえー。本日はこれから天地学園フロンティアワークス部により CD3 枚にわたって記録される県大生たちの日常を簡潔にドラマ化するためのテーマを話し合い、シミュレートしつつ絞っていきましょう。いやー、 CD だってあやな3枚もすげーよね。はぁ、またこの流れか。 CD ばっかり何枚作る気なのよ。今回の会議にあたり、特別にここ三分坂 B スタジオを借り切っています。それは特に必要のない情報です、会長。さて、それで何だったかしら、帝さん。いや、もういい。クソチビが全部言った。あらら、まったくアキラは大トロさんね。あん、昼間から心痛かよ、帝。さすがはクソブルジョア、ハイプでクソ戦況なポッサッカーだぜ。ああ、うるせえバカタンク。お前自分でも何言ってるか分かってねえだろ。まあまあ師匠、僕は一つタイトルコールで落ち着こうよ。はあ、ほんじゃみんな行くよ、せーの。いや待て、はやてクロスブレード第13巻特装版だよ、天使学園タイトルして、ライトラッシー会議。なんでお前ら一人残らず普通に受け入れてんだよ。いやいやいや、まああれですよ、帝さん、いつものことだし、アキラが乗り切れてないだけよ。イエーイ、ジュンソンさん、ジュンソンさん、ジュンソンさんじゃねえよ。こんなわけわかんねえテンションだったら乗れてねえ方がマシだよ。うん、バカに突っ込んでくれる人が他にいると楽でいいな。